モルゴーアクアルテットは日本の弦楽四重奏団。ショスタコービチの弦楽四重奏曲を中心に据え、プログレッシブロックをもう一つの柱として、類例を見ない演奏活動を続けている。モルゴーアとは、エスペラント語で、アスノの意。イ・井栄ジは大のプログレッシブロックファンを公言しており、小学校高学年から1970年代にかけて熱中していたと発言している。 日本コロンビアより発売された21世紀の精神正常者たち、原始神母の危機では、キング・クリムゾンやイエス、キース・エマーソンなどによるプログレッシブロック楽曲を弦楽史重奏で再現。新井は吉松隆編曲によるエマーソン・レイク・パーマー、タルカス・オーケストラ版の録音に東京交響楽団コンサートマスターとして参加しており、 原始新母の危機に収録されたザ・ランド・オブライジングさんはキース・エマーソン本人が東日本大震災被災者に捧げたピアノ曲の弦楽詩重奏曲への編曲を新井に提案したことにより実現した演奏である。また、定期演奏会では同じ楽曲を演奏しないという原則を置いているがプログレッシブロックだけは例外とされている。ありがとうございます。